奇弁です。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。ユニクロ製品がアメリカで輸入差し止めに。ウイグル麺を手放さないとそのうち中国の餌になってしまいますよ。先日アメリカがウイグル麺を使い続けるユニクロのシャツの輸入を差し止めました。これに対し中国外務省は、アメリカのやり方はいじめだ、関連企業はアメリカの理不尽な行動へ明確に反対しなければならないと述べています。一体どの口が言うのでしょうか。いじめは深刻な社会問題ではありますが、曲がりなりにも大国が使う言葉ではありません。100歩譲って仮にここでいじめという言葉が正しいとすれば、この場合はいじめられる側にも原因があると考えた方がいいですね。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また韓国や日本国内の反応など今日もしっかりお伝えしていきますね。5月20日付韓国中央日報によると、米国税関当局が日本の衣類ブランドユニクロのシャツの輸入を差し止めた。強制労働など人権侵害問題が提起されている中国新疆ウイグル自治区で生産された綿花を使って作られたというのが理由だ。20日 NHK など日本メディアによると、米国の税関国境警備局 CBP は今年1月、新疆ウイグルでの強制労働をめぐる輸入禁止措置に違反した疑いがあるとし、米国ロサンゼルス港から入荷したユニクロの男性用シャツの輸入通関を差し止め、該当の製品を押収した。 CBP はこの衣類が中国共産党傘下組織で新疆ウイグルに本社を置く国営企業新疆生産建設兵団 XPCC から供給を受けた綿花で製造されたことを把握したというと報じています。これに先立つ2020年12月のこと、アメリカはすでに XPCC の綿自体を輸入禁止にしています。しかしいくら原材料を禁止しても、服などに加工したものはすり抜けて入ってしまいます。なので今回XPCC の綿を使って作られたユニクロ製品も禁輸の対象になりました。これに対してユニクロは、綿はオーストラリアやブラジル産であり、断じてウイグル産ではないと主張しており、この処分の解除を求めています。これはおかしいですね。オンラインサイトにはしっかりとウイグル産の綿花を使ったと書かれた製品案内がありましたが、もちろんマスコミがこれに気づかないはずはなく、以前記者会見で問い詰めたこともありました。しかし柳井正会長はだんまりを決め込んでおり、疑惑はますます深まるばかりです。もちろんアメリカ当局はこれを見逃すはずもなく、生産工程に関するリストの不備などでユニクロの解除申請を却下したのですが、それに対してユニクロの親会社であるファーストリテイリング社は、とても遺憾であるという声明を出しました。まあ考えてみれば、ユニクロのアメリカでの利益は数パーセントであり、アメリカを切っても影響はないだろうと高をくくっている様子がうかがえます。しかしアメリカが本気になれば、海外決済や送金なども止めてくるでしょうし、そうなれば経営にも大きく影響してくることはまず間違いないところでしょう。柳井会長、アメリカを甘く見すぎですよ。一方でウイグル産の綿花を使わないと公表した H&M などのアパレルメーカーですが、こちらは中国国内での激しい不買運動に、中国国内の多くの店舗が次々と閉店に追い込まれる事態になりました。それに対してユニクロは中国内でのアパレル売上ナンバーワンの地位にあり、中国からの撤退なんて全く考えていない様子です。
しかし国際的な圧力は日を追うごとに大きくなっており、例えば日本を本拠とする国際人権に関する非政府組織 NGO のヒューマンライツナウは、強制労働の事実が疑わしい限りは日本企業は中国との取引をやめなければならないなどと涙ながらに訴えています。また自由と人権を最重要視することで定評のあるフランスでは、早くもユニクロが人権団体によって訴えられており、欧米からの風当たりは日に日に強くなっている現状です。まあ EU の人口が5億人、アメリカの人口が3億人なのに対して、中国の人口は13億人ととても多く、この数は先進国の人口をすべて合わせた数と同じくらいです。なので欧米を切り捨てて中国市場に完全依存するという戦術も、儲けだけを考えれば理解できなくはないのですが、カントリーリスクを考えると危険すぎる賭けにしか見えません。また韓国企業もこの動きには注視しており、3月には国連人権高等弁務官事務所が韓国政府にウイグルの人権侵害に韓国企業が関わっていないかどうか聴取しています。この国連報告書によると、サムスンや LG が人権侵害に関わった可能性があると記載されており、もしこれが本当ならアメリカからの制裁には韓国企業が新しく加わる見込みです。まあムン大統領の財閥叩きを見ていると、国連公認という錦の御旗を掲げながら堂々と政府主導でサムスンや LG に制裁を加える方がアメリカより先なのかもしれませんね。何せあの支持者たちを見ていると、韓国系財閥企業に対する不買運動を起こす日もそう遠くはないと思うくらいです。それにしても日本企業はそろそろ中国ビジネスに手こ入れするのをやめるべきではないでしょうか。確かに一党独裁の国なのでリターンは早いと思いますが、人件費は年々高くなり、市場が大きいメリットも人道上、また安全保障上でマイナス要素が山積している以上、マイナスにいくらプラスをかけても全てマイナスになってしまいます。そもそも今の中国を見る限り、いつ何時中国進出している日本企業に牙を剥くか分かりません。台湾や尖閣諸島でいつ火を吹くかも分からないですし、もし火を吹いた場合には中国進出している日系企業は全て人質に取られることになるのです。そうなってからでは手遅れですよね。多分日本企業のトップたちはそんな有事などどうせ起こらないと高をくくっているのではないかと思いますが、このあたりが日本企業のリスクマネジメントの甘さであり、一旦有事になると慌てふためくのが目に見えていますので、立ちが悪いことこの上ありませんよね。今回のニュース、韓国からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。信じられません。私は今ユニクロの服を着てこのニュースを読んでいるのですが、柳井は嫌いです。彼は我が国をバカにしてるから。中国共産党の奴隷になっているブランドはもう買いません。韓国では日本みたいな低賃金長時間労働による労働搾取をしていません。だから中国をはじめロシアや中東、アフリカ、南米でもビジネスが行えるのです。それゆえ世界の国々は我が国を信頼し、韓国企業の誘致を行うのです。ユニクロを我が国から追放しましょう。アップルも中国共産党に協力してますが、自国企業は制裁しないのでしょうか。こういうところはさすがですね。ユニクロはもうオワコンになるでしょう。私たちには H&M がありますから。多くの韓国人もユニクロのこの対応を不満に感じます。アメリカの判断は正しいです。これを機に韓国企業も中国依存からの脱却を考えなければなりません。次の制裁は無印に決定でしょう。我が国も中国と距離を取るべきです。とりあえずユニクロザマー。
ユニクロ不買運動の仲間が増えて嬉しいです。次は無印の不買運動をやりましょうね。以上は韓国からのコメントでしたが、日本からはどのような声が上がっているのでしょうか。ユニクロを見損ないましたが、中国が嫌がるならアメリカは正しいことをしていると思います。中国は嬉しいことがあると黙ってますからね。ユニクロは日本企業ですが、私はアメリカを応援します。ウイグル人へのジェノサイドに明確に反対します。散々他国の領海を侵犯しておきながら、どの口が言うのでしょうか。自分のやってきたことを反省してものを言ってほしいです。きっと世界中の国がいい加減にしろと思ってるはず。中国は他国の領海を不法占拠し、尖閣諸島への侵入などやりたい放題やってるのに、いじめだってピンときません。虫が良すぎるくらい身勝手な国家だと思います。ユニクロだけじゃなく、中国に進出している日本企業はすぐに撤退してください。中国進出のメリットは、とうの昔になくなっているんです。日本製を増やした方がいいのにね。ユニクロのアクションが遅すぎです。アメリカは他のブランドにも同等の対応をすでに取ってましたから。人権問題に一切関心を持たないように見えるユニクロの責任は重いです。もし中国がユニクロを擁護しているとすれば、屋内から中国共産党に相当な貢ぎ物が献上されていると考えた方がいいんでしょうね。つまりユニクロは日本の敵だということです。経済的に小さな国をいじめ、勝手に領海を広げることをしている本人が、いじめられていると主張しても誰が信じるのでしょうか。中国は世界にとって危険な存在でしかありません。今回の中国共産党の反発は、チベット、南沙諸島等のことを考えると自己中ならではの物言いだと思います。しかしユニクロの問題は、中国の人権問題を軽視し商売の方を重視する日本政府企業の問題です。入管法改正が今国会では見送られましたが、日本政府の人権意識は欧米に比べて決して高くありません。政府の人権問題に対する意識の低さが米政府のユニクロ製品禁輸の原因となっていることは間違いなく、そうなると道義を軽んじる今の日本の国のありようには、私たち国民側がその見直しを真剣に考えるべき時なのではないでしょうか。マスコミもウイグルで起きていることを明確に発信していただきたいと願うばかりです。当然脱中国をすれば相応のダメージがありますので、日本政府はそれに対する経済政策が急務になると思います。時間が残されていないのがもどかしいですね。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。